というわけで、まあ、物工具みたいなお集まりいただいたとみたいなんですけど、始めたいと、まあ、思います。小貝ダンです。今回はスライドを使わずに、ほぼすべてライブコーディングで行きたいと思います。はい、で、まあ、時折会場の皆さんに質問していくので、だからその時は恥ずかしがらずに答えていただけると僕としては助かります。はい、ではまず最初の質問です。皆さんの中にフィズバスというコードを聞いたことがあるという方、手を挙げてみてください。あ、やっぱすごいな、これですね。全く同じ質問をちょっと他の会ところでやったところですね、やっぱりプログラマー向けのセッションだったんですけれども、3分の1か4分の1ぐらいしか手はならなかったんですけれども、じゃあちょっと手を挙げていただか、もうちょっと手を挙げていただいて、はい、じゃあそこの2番目のピンク の方、じゃあ、フィズバスって何ですか？僕は中継します。はい、フォアで数字をどんどん入れていく、はい、入れてってその1、2、はい、答えで1、2、はい、あ、じゃあ隣の方も手を挙げてください。はい、1、2で、そうですね、あ、じゃあそうスピーカーの方に聞くのもなんですけど、1、2の次はフィズ3、じゃあ次4、ごめんなさい。バズですよね。まあ、それで、まあ、それを、まあ、繰り返していって、まあ、両方の倍数の場合はフィズバズだって答えるものですけど、まあ、要するにこういうことですね。はい、で、これ、なんでこれがいろんな言語のところに関係があるかと言いますと、じゃあまずちょっとあえてバーは下げて、多分一番ストレートな考えというのはここの C のコードでいいと思うんですよ。はい、これ何をしてるかっていうと、まず最初に、まあ、フィズとは何かというのを定義しております。はい、3の倍数の時にでない、3の倍数でない時にはもう空の文字です。で、3の倍数の時にはフィズを返す。じゃあ、バズというのを定義しております。じゃあ、バズとは何か、はい、N イコールN イコールじゃなかった、5の倍数のだから時々バズって答えて、だからそうでない時にはもう空の文字ですから。じゃあ、最後にフィズバズって何かってだから言うと、まあ、とりあえずフィズとは何か、バズとは何かっていうのを聞いておいて、その両方の文字列を足してみて、それでも空だったらもう仕方がないから数字を、まあ、入れるというような、まあ、こういう定義をしておりますよね。とってもストレートフォワードです。で、こういったプログラミング の, スタイルをまあ手続き型プログラミングっていうふうに言いますけれども、パーの場合も、まあ、こういった書き方が多分一番多いと思います。まあ、これみたいにちょっと訳がわからないのもありますけどね、はい、ブレインファックという現在なんですけれどもでですね、ちょっと注目していただきたいのが、はい、これ Ruby の例なんですけれども、同じ FizzBuzz でもこれ何やってるか分かりますかね。やっぱりこれ FizzBuzz ってこういうふうに出てくるんですけれども、はい、じゃあこれもちょっと会場の方に聞きたいんですけど、じゃあまずこの Fizz イコールというのが何やってるのかというのがおぼろげに分かるんじゃないかなと思います。手挙げを、じゃあ、はい、はい、何してますこれは。文字列の配列の順番に回っていくジェネレーター、はい、まあ、順番に回っていくジェネレーターということですよね。ですからこの場合3で割り切れる時にはどうだ、割り切れない時にはどうだというんじゃなくて、もう元から3つあらかじめ用意しておきましょうと、からからで最後のところだけフィズだと。で、まあ、バズも同じような、まあ、考えですよね。はい、で最後に、まあ、これ、まあ、30回
そう表示してくれというようなやり方ですけれども、まあ、今回はこれ、まあ、パールのセッションということなので、じゃあパールで同じことをするとどういう書き方になるかということですよね。サスクエラーが出ました。これもおかしい。ちょっとリターンを出てませんでした。プリントってすごいうざいですよね。モダン化しましょう。ギャーギャーそうでした。ストリートが入っちゃうんですよね。失礼いたしました。はい、僕はあんまライブコーディングということでちょっとお目こぼしいただくと。おお、なんとなくほぼ正解な感じが出てきましたよね。こうすると似たようなことができるんじゃないでしょう。おお、ちゃんとできましたね。じゃあ、ちょっと拍手してください。で、これでちょっとパームと特徴として見ますと、ちょっとこれは僕にしておいて、いちいち空文字ですとかっていうのは書いてないんですよね。だから言うまでもないことは言わなくてもいいっていうのが、まあ、パールの特徴だと思いますけれども、まあRuby っぽいことも、まあ、できますよと。でも、もう3分の1使っちゃったんですけども、次のやつがちょっと説明が難しい。これ Haskell という言語です。で、やっぱりフィズバスできるんですけれども、これ一つすごい面白い特徴があります。で、ここの部分が関数なんですけれども、普通は関数を書いておいて、まあそうですね、まあ普通のよくある言語の例として、もう一度多くでいいか、はい、なんか上げときますけれども、データを、まあ、この場合数値ですよね。フィズバスというのは1,2 フィズ3,4 バスという具合に数字を入れると文字列か数字が数値、まあ、数値もまあ文字列として表示してあげるわけですけれども、が出てくるわけですけれども、もう一度ハスクの場合はモチレスとかは入力しないで、逆に関数の方を引数として加わせてますよね。で、これは関数型プログラミングって言うんですけれども、最近はとてもよく使
使われます。でどんな時に使われるかといいますと、まあ、例えばそうですね、はい、あのクッキーを増やしたいなんていう場合はい、で、あ、もうクッキー出てきちゃいましたけれども、これクッキーをそのままクリックしたらプログラマーとして負けだと思うので、これはちゃんとプログラマティカルにやりたいと思います。で、ゲームというのを入れて、で、これでうまくいくでしょうか。おお、ちゃんとできましたね。はい、僕クリックしてませんよ、ほら。クリックしてませんよ。はい。クリックしてないですけども、ちゃんと増えてきます。はい。これがまあ、プログラマーとして正しい、クッキーの増やし方なんですけども、じゃあ、これ、いちいちこうやってるというのは、あんまりクリックと手間が変わりませんよね。じゃあ、これを自動クリックにしたい。じゃあ、あなただったら、どうしますか。じゃあ、ちょっと笑ってたので、はい、どうやってやりますか。ホワイル1につきますね。ですね、じゃあちょっと試しにそれやってみましょうか。ワイルでなくって、まあちょっと回数に限りがあるので、じゃあ100回ぐらい。なんででしょう。これ100回繰り返すって言ってるのに8回しかできてません。はい、じゃあ何が問題か分かった方、何が問題か分かった方、どういうことかと言いますと、これはパウルなんて JavaScript という言語なんですけれども、これ実際にクリックするという動作はこういう普通の単純ループでは書けないんですよ。それはなぜかってだから言いますと、JavaScript の場合、イベントというのはシングルスレッドなんです。だから本当に100回イベントを発生させなければいけないんですけれども、これ確かにこの関数をだから100回実行はしてるんですけれども、イベントの数としては1個なんです。で、正解の方を書いてしまいますと、まあ、このオートクリックというのはいらないんですけども、まあこんな風になります。で、これでちょっとうまくいくかどうかやってみましょう。おー、行きましたね。無限クリックです。はい。僕何も触ってないですよ。で、ちょっと止めますね。あ、ちゃんと止まったみたいです。で、ちょっと注目していただきたいのが、ここなんですね。これに、まずここの部分とここの部分比べていただきたいんですけど、そうだな これ何が違うか分かります。ここの、ゲームクリック あのクリッククッキーっていうところがあるんですけど、これ何が違うか分かります。何が違います。これ無限クリックした場合と、だから実際にクリックした場合っていうのは何が違うんでしょう。これあともう5分しかない。結構クッキー時間かかるじゃあ時間がかかるので飛ばしますけども、これ JavaScript の場合、こっちは最後にカッコがついてますよね。こっちの方はカッコついてませんよね。じゃあ十分ヒントを出したので、これどういう違いですか。カッコがついてる方とカッコがついてない方の違いって何ですか。ついてる方は関数を呼び出してる。ついてる方は関数を呼び出してる。実際にやらせる。じゃあついてない方、ない方は関数を呼び出して渡してる。
まあ、関数のポインターというのか関数そのものですよね。だからやれ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 じゃなくて、何をやれというのを0ミリセカンドごとに、まあ、要するにだからバンドを呼び出せというのが、まあ、この場合のだからセットインターバルっていうものなんですけれども、これですね、実はパールの方ではちょっと苦手なんですね。これと同じことだよ。はい、これこっちの方はカッコとかないのに、まあ実行されちゃうんですよね。でこれそのまま風自体を渡してあげたいっていう時にはこういうふうにしなきゃいけないんです。まあ、コードなんちゃらというのはだから関数をだから渡した場合だから、それを無理やり文字列にした場合にはまあこうなりますよというものなんですけれども、まあそれでもちょっとこれを無理やりだから書くにはどうしたらこういうふうにすると、変数に押し込めた場合には、ちょっとすみません、待たないな。あれ？こういうふうに。あれ？失礼いたしました。これでいいわけですね。はい。いうふうにすれば、まあちょっといいわけですけれども、まあその代わり、カッコを省けるわけですよね。あれですね、フィズバスでも2分あると思うんで、もう終わっちゃう、すみません、じゃあちょっと時間切れということで、ご清聴なのか、これは。ありがとうございました。はい。